はい、高速で移動する連打ね、まあこれがうまい人羨ましいなって、ね、みんな思ってると思うんですけども、まあ僕もまだまだだなと思いながらも、まあ練習だけはするようにしてますが、これですね、やっぱりこう、まあ、2つを移動する、2つずつ打って移動をする、それから4つずつね、でまあ6個ずつ、まあこれがこういろいろ続いたりするわけですね。で一番大切なのはやっぱりこうリバウンドをした状態でね、リバウンドスティッキング、ね、跳ねさせた状態で、無理にこう腕を振って演奏するというよりはリバウンドさせた状態でこのまま手を移動していくってことなんですね。まあ、言うなればいわゆるその UFO キャッチャーみたいなことですね。こういう UFO キャッチャーの何ですか、あのクレーンゲームのね、この機械があって、それをそのまま移動していくという感覚ですね。で、できれば例えば一本一本のこの手の動きが、例えば、じゃあ片方を抜くと分かるんですけど、あの抜くとこの移動するときにですね、タムからこっちのタムへ、それからこのタムからフロアタムへ移動するときに、なるべくこの半円を少し、半円の半分ぐらいかな、これをこういう軌道を描くようにして、あとはもうクレーンゲーム的な要素ですね。はい、まあこういうふうに腕を使う、それからリバウンドを使うってことをまず頭に入れて、まあいっぱい練習するんですが、まあ練習する際に、一つね、ネックになっているところに、まあ注目して練習するといいです。それはまあ、やっぱりというか、なんというかこう自分の利き手じゃない方、僕の場合は左手ですね。この左手が移動の妨げになってるんですね。右手だとこういうね、タント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 ン戻ってきたり、まあ行ったり来たり、そういう動きが左手はやっぱりどうしても苦手になってくるので、あのなんというか、そこだけをに絞ってね、練習をすると、感覚をつかみやすいです。それからあとクロスステッキングの練習も、僕はとっても良かったですね。こういうですね、例えば右で左のタムを打つ、で例えばここのタムにいる時に左でこっちのタムを打つ、こういう、まあ、こういうふうにですね、揃った状態のプレーだけじゃなくて、まあ、不安定になりがちな、クロスをたくさん練習することで、まあノーマルのショットがね、での移動が、まあ、僕はとても楽になった経験があるので、この辺はじっくり練習してみてほしいと思います。